メズドラは、ブルガリア北西部の町、及び、それを中心とした基礎自治体、ブラザ州に属する。イスカル川砂岩にあり、バルカン山脈の中でイスカル川の流れる渓谷の北に位置している。この地域には、戦死時代から人の居住があったものの、メズドラは1881年の国勢調査では、人口86人の村であり、その後も人口は低下。 1888年には76人となった。1893年にソフィアとロマンを結ぶ鉄道の建設が始まるまで人口減少は続いた。鉄道建設によって多くの労働者が各地から集まりインフラストラクチャーが整備された。1897年2月20日に鉄道が開通すると村は鉄道の交点となり、 村の人口は増加に転じた。1900年には人口は311人、1920年には1015人となった。メズドラは1950年8月31日に公式に町となるまでは村であったが、それ以前から西ヨーロッパで学んだ建築家による建物が建造され、町としての様相を帯びていた今日、メズドラは人口およそ1万3000人の町であり、 ソフィアからブルガリア北部、西部を結ぶ鉄道の交点となっている。ブルガリアの首都と同国第三の都市にして、国会に面する主要港であるバルナを結ぶ路線もここを経由している。町の産業には、石材加工、レンガ生産、ビール生産などがある。メズドラ基礎自治体には、その中心であるメズドラをはじめ、以下の町村が存在している。ありがとうございます。